はい、それでは松田和牛ヒレ肉を焼いていきます。ヒレ肉は油がないので油があるようなものを最初に焼いていき、油をフライパンに出すような感じで焼いていきます。まず最初に周りを焼いていきます。全部の側面を焼いていきます。このように焼いていきますね。180g で2人前あります。肉の厚みが結構ありますので火を落として振り焦げつかないように焼いていきます。これぐらい厚みがあると火にかけたままでは焦げてしまいますので、たまに火から外しながらゆっくりとロゼ色に仕上げていきます。そして竹串を刺してみて、体温程度になったらこれであとは火から外して休ませます。そして焼き上がったらここで、塩をしていきます。で塩と胡椒です。両面です。ちょっと胡椒は一人でやってるので引きながら撮影はできませんので、塩も塗ってください。